イーノック・アーノルド・ベネットは英国の小説家、劇作家、評論家である。二人の女の物語やクレイハンガー三部作をはじめとする五つの街、シリーズやフランス的な自然主義的作風で知られている。これらの作品によって20世紀初頭の英国で名声を博したが、後年その作風や創作態度は議論を呼ぶことになる。ベネットは1867年に 英国中部スタッフ,フォードシャーのハンリーでメソジストの中流階級の家庭に生まれた。ハンリーはスタッフ,フォードシャーの中でも特に洋行の盛んなポッタリーズ地区の一都市であり、20世紀初頭に周辺の5都市と合併してストークオン・トレントと名を変えた。父のイーノックは土地柄投稿であったが、1876年に事務弁護士の資格を取り、その結果、一家は ハンディと隣のバーズレムの間にある大きな家に引っ越すことができた。若き日のベネットは近隣の入荷するアンダーライムで教育を受けた。中等教育を終えたベネットは18の年に父の弁護士事務所に入り、家賃徴収などの仕事に従事した。彼にとってわずかな給料のために父の下で働くことは不幸なことであった。後年のベネットの作品では、 親の欲深さという主題がたびたび扱われている。ヨカは、ちょっとした著述に費やすことができたが、小説家としての成功は故郷を去ってから彼の下に、やってくることになる。21歳の時、父の事務所を辞めたベネットは、憧れていたロンドンに出て、ある事務弁護士事務所の初期の職を得た。ロンドンで弁護士事務所に勤めている間も著述は、続けられ、 やがて雑誌に投稿するようになった。1889年にベネットはティットビッツマガジンの文芸コンクールで当選した。このことはジャーナリズムの仕事に傾注する励みとなった。1894年には雑誌ウーマンの不可編集長となった。ベネットはその雑誌の記事の質に不満を示し、自ら連載小説を書いて75ポンドを得た。この後も連載を続け、 こうして完成したのが長編冒険小説グランドバビロンホテルで1905年に出版されて大当たりを取った。娯楽物の連載や評論の執筆の一方で本格的な小説の執筆にも取り掛かり、高級紙、イエローブックに短編小説故郷への手紙を発表する。自信を深めたベネットはちょうど4年の後ウーマン氏の編集長に昇格した頃、 長編エーマンフロムザノースを上司し、批評家の賞賛を受けた。1900年からは、雑誌の編集や評論、あるいは特別な関心を持っていた演劇の批評を、やめて、執筆に専念した。時を、同じくして、ロンドンから、郊外のベッドフォードシャーは、ホックリフのトリニティホールの王城に両親と共に、転居した。農場のある、 ウォルティング街道は1904年に出版された小説テレサ・オブ・ワトリング・ストリートの執筆を彼に思い立たせた。1902年に父のイーノックが亡くなりジャルグローブ教会の墓地に埋葬された。同じ年、ポッタリーズ地区に住む人々の生活を描く連作の最初の作品であるアンナ・オブ・ザ・ファイブ・タウンズが発表された。父の死から1年の後、ベネットは パリに移住した。パリは当時、モンマルトルやモンパルナスを中心に、世界中から多くの芸術家たちが集まっていた。続く8年間彼は、パリやフォンテーヌブローで暮らし、小説や戯曲の執筆に勤しみ、同時にマルセル・シュープや、モーリス・ラベル、当時パリ在住のサマセット・モームラと面識を得た。パリでも、独身生活を続けていたが、ようやく1907年に、 フランス人のマリー・マルゲリート・スーリエと結婚する。しかしこの結婚はあまり成功したものとは言えなかった。1908年にはかねてから構想してきた二人の女の物語を発表し、即座に英語圏で成功を収めた。1911年にはアメリカを訪れた。アメリカでも同書は出版されており、ベネットはディケンズ以来アメリカを訪問した小説家として、 最大の賞賛を受けた。その後、二人の女の物語が再評価され、傑作として受け入れた英国に戻った。英国ではすでに、ジョン・ゴールズ・ワージーや、ハーバート・ジョージ・ウェルズと並ぶエドワード長時代を代表する小説家という評判をとっていた。英国に戻ったベネットは、クレイ・ハンガー三部作の制作に取りかかる。しかし、第一次世界大戦の勃発などで、 たびたび中断してしまう。戦争中、ベネットは情報省の対フランスプロパガンダ部門の責任者として昇聘された。彼の就任は当時の戦時連立内閣とつながりの深い新聞王のビーバブルック卿マックスエイト金の推挙によるものだった。ビーバブルック卿はまた戦争末期には情報省の副大臣にベネットを推薦している。 こうした国家に対する貢献にもかかわらず、1918年にナイトの助釈を辞退した。戦争で執筆は滞りがちであったが、戦後は再び活発に活動し1923年には小説ライシマンステップスでジェームズ・テイト・ブラック記念賞を受賞した。1926年からビーバブルック卿の要請により彼の経営する。 イブニングスタンダード紙に影響力のある書評を載せ始めた。私生活では1922年に妻と離婚し、女優のドロシー・チェストンと恋に落ち、余生は彼女と共に歩むことになる。1931年5月27日、ロンドンのベーカー通りの自宅で、チョーチフスのために亡くなり、故郷バーズレムの共同墓地に埋葬された。娘のバージニ・アイルディンはフランスに住み、 アーノルド・ベネット教会会長を務めた。多くの作品では、英国の一般人の生活が現実的かつ国名に描かれて、しばしば自然主義的だと評される。ベネットは、非人変人こそが小説の主題になるという当時の認識とは逆に、姿勢の平凡な人々の生活も面白い小説の主題となりうると信じていた。こうした作風には、エミール・ゾラヤに、 と、モーパスさんらの影響が指摘されている。特に、モーパスさんの影響は自ら認めるものであり、代表作、二人の女の物語は、モーパスさんの女の一生からインスピレーションを得たことをその序文で述べている。また、モーパスさんは、最初の作品で明らかに、半自伝的小説である、エーマン・フロム・ザ・ノースの主人公、リチャード・ローチに、わざわざ模範とさせている作家の一人でもある。 一方で、単にリアリスティックに描こうとしただけでなくある、種の温かい同情心が見られ、英国伝統のユーモアの導入にも成功している。ベネットの自然主義的作風は、劇的迫力や感動が欠けるという表もあったが、むね同時代には受け入れられてきた。しかし時代が下るとともに非評価、特にバージニア・ウルフなどはその作品の弱点に注目するようになった。 ウルフはベネットは、真理が欠けておらず外面の描写に止まっていると、エッセイ、ベネット氏とブラワン夫人の中で批判している。この批判は、ベネットだけでなく、同時代のウェールズやゴールズワージーに対しても向けられたものだったが、ウルフや他のブルームズベリーグループの作家たちにとって、特にベネットは、文学界での支宮派を代表しているとみなされていた。 その手法は彼らにとっては現代的というよりはむしろ印象的だと考えられたのである。20世紀の大半の間、ベネットの作品はこうした見方によって過論じられてきたが、マーガレット・ドラブルによる評伝や著名な英国の批評家、ジョン・カーリーの賞賛によって1990年代になって初めてずっと肯定的な評価が後半に受け入れられるようになった。五つの街について、 最も有名な著作でかつ最上の作品である二人の女の物語とクレイハンガー三部作もまたポッタリーズ地区に住んだベネット自身の生活体験を生かしたものだ。これらの作品をはじめ多くの作品で舞台となるポッタリーズ地区は5つの町と呼ばれている。ポッタリーズ地区には実際には6つの町があったがベネットは6つの町より5つの町の方が互換が 良いと考え、最も小さなフェントンにあたる都市を作中では省略している。現実の6つの街と作中の5つの街の対象関係は以下の表の通り。小説と同様に多くのベネットのノンフィクション作品も時の経過に耐えてきた。彼のノンフィクションには人生啓発書が多い。最もよく知られているものの一つに今日なお読まれているが自分の時間がある。 日記は未だ完全には出版されていない。しかし抜粋は英国のメディアにたびたび引用される。演劇に深い関心を示していたベネットは、戯曲や映画のシナリオも発表しているが、小説ほどの成功は収めなかった。小説作品の映画化はしばしば実現している。小説ベリードアライブは1912年に映画ザ・グレート・アドベンチャーに作り直された。 死後も同書は1968年にミュージカルダーリング・オブ・ザ・デーの原作となった。長年にわたり彼の他の小説もアレック・ギネスの主演したザ・カードやアンナ・オブ・ザ・ファイブ・タウンズのように映画化やテレビドラマ化されている。ベネットは強度の喫音であり、そのために結婚が遅れたとも言われる。モームはベネットの虚栄心の強さと傲慢さを十回し、小説家として 成功を収めた後もそうした性格や、羊の低さから知識人からは軽蔑されることが多かった。マックス・ベアボームは自分の羊を忘れてしまった社会的な成り上がり者として批判した。彼は老成し、太ったベネットが若き日のベネットと対話している様子を気が的に描いてベネットを着火した。ベネットの性格で特徴的に挙げられるのは、 経済的な貪欲さであり、対策家としての地方が確立した後も、娯楽小説や雑文を書き続けたことに起因する。一方で貪欲だったかどうかについては別の見解も存在する。オズバート・シトウェルは、ジェームズ・アゲートへの手紙の中で、ベネットが若い芸術家を支援するために500ポンドを彼に預けたことを挙げ、決して臨職で視野が狭いわけではなかったと述べている。 美食家としても知られその名にちなんだ料理が存在する有名人の一人である。ロンドンのサボイホテルに滞在中、シェフは燻製のタラを入れたオムレツを完成させ、これがベネットの大変気に入るところとなり、以後サボイに滞在するときは必ずオムレツを用意するよう求めた。この時以来、アーノルド・ベネット風オムレツはサボイの定番料理になった。ありがとうございます。